ともと荷物はそんなになかっただろうし、あ、終わりましたか。ほう、なんですか、お化けに遭遇したような反応して。私だって乙女なんですから、傷つきますよ。いくつぐらいなんだろうな。入居者の部屋へ瞬時に移動することくらい、大家には朝飯前なのですよ。そんなスキルは。そうです、すごいのです。えっへん。かわいいが。それはさておき、思った以上に荷物が少ないですね。もう少しごちゃっとすると思ったのですが。うん、俗に言うミニマリストというやつですか。ミニマリストっていう。ああ。はい、どうぞ。もし不要なものがありましたら言ってください。すぐに倉庫へ。ねえ、さっきからバタバタと何してるの。お、誰だ。あー、ちょっと騒がしいんですけど。でっか。これは強い。奇跡。うん、だな。ああ、まゆかさん、起こしてしまいましたか。まあ今日はお仕事もお休みだから別にいいけどね。まゆかさん、際どい。童貞を殺す。状況を見るに、新しい入居希望者さんが来たってとこ。その通り、今日からこの部屋で暮らします。ああ、そうだったのね。何人いるんだろうな、そういえばこの寮は。あらあら、ご丁寧にどうも。私は笹良川真由香、お隣に住んでます。よろしくね。笹良川。ああ、そんな他人行儀な呼び方じゃなくて、真由香って呼んで。おやおや、ん？別にいいじゃない。私もアキラくんって呼びたいし。アキラか、テレだと思ってた。ほう、距離感が近い美人。あは、うん、それでもオッケーよ。っていうか、アキラくんって可愛い顔してるわね。あ、ええ、なんか庇護欲をそそるっていうか、いい線いってるわ。そんなわけで、お近づきの印にちょっと占ってあげる。ああ、占い師さんなのか。うん。え？うん、ちょっとカードを取ろうとしてるんだけど、なかなか取れなくて。うん。どこにしまっとるんだ。ああ、取れた
今が運勢最高の時期じゃない。マジ？ほんとほんと、転居よし、挑戦よし、仕事よし、よし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 ばっかりね。すご、こんだけいいこと言われるとね。あ、でもなんかこれあれかな、この油断させといてみたいな流れか。はいはい、ちょっと待ってね。待ち人来たる縁談近し、金銭の流れに光あり。すごい、特に縁談は信じていいと思うわよ。良縁、恋人候補が近くにいるってことだからね。お、ええ、そうよ。めっちゃアピってくるやん。もっと近いところじゃない？はははは、あきらくん、ちょっと鈍くないかしら。なんだ、わかってるじゃない。良縁も近いわけだし、私なんかどう？すごいな、早いね。出会って5分で。なるほど、まずはお友達からってやつね。なんかでも一緒に飲みたいですね、こういう人と。それじゃあ私の部屋に行きましょうか。帰ってこれない。すっ飛ばしたな今。当然、この出会いを祝して親睦会をって思って。まゆかさんも攻略できるのかな。ギラギラ、せやな。まあ、出ますよね。じゃあ一応お邪魔します。まあご近所さん付き合いはね、決してね、いいの？あんなに警戒してたのに？逆にみんなこんな感じになるの？いやー、好意なんですかね。くそ真面目な子ね。よし、気に入った。サービスするから、今日は朝まで盛り上がっちゃいましょう。すんごいいいお酒あるから。いいじゃないですか。あ、なんか何かを察している管理人さん。あ、大家さんか。あ、はい、ごゆっくり。そんな美味しい話はないのですよ、アキラさん。すよね。悪い意味で予想外の連続だった。イエーイ、アキラくん飲んでる。あ、何言ってんの。飲み会は飲みすぎてからがスタートよ。いいからいいから、さあお姉さんのうっぷんという名のお酒をお飲みなさい。すごっ、朝まで、本当に朝まで。あなるほどね。私のことを
アラサー少女が焦ってて臭いとか思ってるんでしょ。普通にモテそうですけどね、うん、逆にいいよねこういう女の人。私だって好きでアラサーになったわけじゃないのよ。ただ時の流れが残酷なだけで、時を戻れ。かわいいな。そうっすね。いや、まゆかさんルートあれば行きたいんだけど。いい勉強になりました。なるほど、そうなるんだ。説教タイムが、うん、あ、よかったよかった。いえいえ、むしろ迷惑をかけてしまって申し訳ありません。うん、はい。本来なら違約金やらいろいろと上乗せするんですが、今回の原因はまゆかさんにありますから。ねえ、まゆかさん。うっす、私が払います。まゆかさんをもらおうよ、もうこうなったらそれで丸く収まるぞ。あきらくん、いえ、かやぶきさん、アラサーが調子乗ってすみませんでした。肝に銘じます。なんであの射程みたいな感じの喋り方。さあ、アキラさん、別れが惜しくなりますし、長いは禁物です。ご自身で選んだ新しい毎日に向かっていきましょう。いい人だな。お元気で。ああ、牧村さん。いや、俺でもまゆかさん好きだぞ。うん。あの人に似てるな、あの僕らはみんなかわいそうの、あのメガネの人、サトリナの、あれ好きだったな。さよなら小福、お説教タイム。うん、感動的な最後でしたね。散々な一夜を過ごしたことで、アキラさんは妥協を学び、新天地で頑張る決意を固める。なんて感動的なエンディングなんでしょう。って、いやいやいや、なんでこうなるんですか。はあ、ワンちゃんまゆかさんのムフフなシーンがあると思ったと。本作はロープラです。そんな淡い期待は抱いてはいけません。それに公式サイトをご覧なさい。まゆかさんは非攻略対象、そう書いてあるでしょ。だからまゆかさんや私にそういったシーンはありません。攻略ヒロインは葉月さんだけです。うん、分かっていただけましたか。では次は葉月さんとの恋を目指して頑張ってください。ではごきげんよう。うっす。凝ってるね。牧村葉月の、牧村葉月の恋語り、めっちゃおもろい。てか公式のあれを出してくるのはめちゃくちゃおもろい。あ、そうなんだ、非攻略対象か。ぜひ、続編をですね。まだ出る前なんだけど、やってる時。続きから始めます。
なるほどね。残念ながら世界がそう言ってる。マジ？そんな！可愛いよねこの人。普通に好きなんだもん。なんで？アキラ君って貧乳派？私がいいって言ってるんだからいいじゃない、ピエン、石がかった。でもいいわね、落としがいがありそう。これで攻略対象じゃないのか。はいはい、まゆかさん、いつもの悪ふざけはそこら辺にしてくださいね。ああ。まゆかさんの悪い癖なのです。新しい入居者さんの歓迎会をしては泥酔して、おかげで何人が即日退去したことやら。私のせいにしないでよ。私は新人さんと楽しくお酒を飲んでただけじゃない。楽しいのはあなただけで、みんな引いていたでしょ。そんなことない、みんな最初は乗り気だったもん。そのバカでかい父に引っかかった愚か者なだけです。殿方は単純な方が多いですから。そうは言うけど、私は一度も襲われたことねえわよ。大半の方はすぐに酔いつぶれてしまいましたし、残りはまゆかさんの本性を知って逃げ出すからですよ。ちょっと人を化け物みたいに言わないでくれる。泥酔したまゆかさんの前では、その100センチの父もただの脂肪の塊に過ぎないというわけです。こら、それはちょっと言い過ぎだぞ。それに私の胸はもうちょっと大きい。とにかくアキラさんは久しぶりの金づ入居者さんです。長く住んでいただけるよう丁重に扱ってくださいね。はい、わかったわよ。何のことでしょう。目が闇になっている。まあ引っかかるよな。いいえ、住んでいますよ。今は出かけていますが、陰キャの女性が住んでいます。陰キャ確かし。そこら辺は大丈夫です。自分で陰キャって言ってるもんね。ああそういうでも言っちゃダメだ。そうですね。というか現在男性はアキラさんしかいません。おお。はい、なので今はアキラさんのハーレムです。まっ、アキラくんたらエッチン。私に何をさせる気？などと答えるが、俺は胸の奥に横島な感情が芽生え始めようとしていることに気づいていなかった。っていうか本当にハーレムしないの？若い男の子なら一度は夢見ることじゃない？うん、うん、待ってるね。まあ養っていけるほどの経済力がないとハーレムを維持するのも難しいでしょうからね。ああ確かに、いくら共働きの時代とは言っても同居人が多いと家も大きくないといけないしね。そうですね。そうなると無職の子なんかは肩身の狭い思いをするのでしょう。あんた食費すら入れてないくせに彼からの愛情は欲しいわけ？
分と面の皮の厚い女ね、とか言われちゃうんでしょうね。収入による序列があるハーレムなんてロマンがないわよね、アキラくん。難しい質問ですね。ちなみに私はめっちゃお金持ってるわよ。わお。はい、そうしてください。さてと、それではお話はこれくらいにして。うん、歓迎会と行きましょうか。ほう、大丈夫？お酒出てこない？それじゃあ、アキラくんとの出会いと入居を祝して、乾杯！おビール。お気になさらず、好きでやっていることですから。そうそう、今日はブレーコーってやつよ。まゆかさんは毎日がブレーコーですけどね。はい、アキラさん、ご飯です。暑いから気をつけてくださいね。なんだかんだでなんかいいっすね。癖は強いけどなんか優しい人たち。学生の一人暮らしですと食事も大変でしょ。私の作ったものでよければこれからもご用意しますよ。大家さんめっちゃできる人。そんなことはありません。ついたくさん作ってしまいがちなので、私としても食べていただけるのは助かるのです。不要です。ここで暮らす方々は私にとっても家族のようなものですからね。おう、そういえば、これ大家さんルートでよくね。固く考えずにここは甘えておきなさいって。私だって毎日作ってもらってるんだしね。もちろんです。朝晩でいいですか？わかりました。では早速明日から用意させていただきます。ありがてえ、ありがてえ。はい、ありがとうございます。もう、アキラくんったら真面目ね。そういうのを真面目って言うの。そう、ますます気に入った。絶対落とすから覚悟しなさいね。なんでかんだね。目が怖い。いいお姉さんだと思いますけど。さあ、お話はこれくらいにして食事を。おや？あら、葉月ちゃんも帰ってきたみたいね。そのようですね。最近のゲームはこういうなんか細かい演出を入れてくるのがいいっすよね。あと結構動くゲームもありますからね。すげえなと思いますわ。ですです。早速ご紹介を、あ、と思ったのですが、お部屋に直行されてしまいましたね。朝早くから出かけてたみたいだし眠いんじゃない？それもあると思いますが、すぐにでも今日の収穫を整理したいという可能性もありますね。収穫っていつものあれ？はい、今日は前から欲しかったものが取れたはずでしょうから。ああ、そういえば雨降ったんだっけ？私は寝てたからわからないけど。しかし、それなら先にお風呂に入られた方がいいと思うのですが。あの子はそういうのを気にするタイプじゃないしね。ん？収穫、まあ、収穫って言われたら確かに。
あまあ、同じ場所に住んでいればいずれ顔を合わせますよ。そんなに急ぐことはありません。はい、ここで暮らすのならあまり真面目になりすぎず、ゆるーく考えるのがよろしいですよ、家賃以外は。それにこんなこともあろうかと、すでに葉月さんの部屋の扉にお知らせを貼り付けておきました。さすが、仕事が早い。私はできる女なのです。イエイエイ。かわいいが、ちょっと待って、大家さん超好き俺。まあそういうわけで、我々は歓迎会の続きと参りましょう。そうね、さあ、アキラくん、お姉さんにお酌して。ちょっとまゆかさん、主賓にお酌させてどうするんですか。別にいいじゃない、若い男の子と飲むの久しぶりなんだもん。ですが。この二人非攻略対象なのか、もったいねえな。アキラさん。そうですね、では。私もお酒を行かせていただきます。あ、アルハラはしませんのでご安心ください。強そう。とっくり。いやー、こういう時でないといいお酒は飲めませんからね。アキラさんには感謝感謝です。日本酒か。午後入る特注品です。あかん。飾ってあるやつじゃない？いや強そうだな。あきらくん、お酌まだ？これも選択を間違えたパターンでは。イエーイ、ありがとう。でも選択しなかったからな。楽しそうだな。でもおや。すごい疲れてそう。いいよね、面白い人たちだったね。あー、いいなー。おや、家族。あー、お母ちゃんか。回んなそう。もしもし、アキラ、今大丈夫？リカ、この間八尾川で強風被害があったでしょ。あなたのアパートは大丈夫だったのか気になって。そう、ならいいのだけど。最近はどうしてるの？連絡もないから心配していたのよ。またバイト？そんなにお金が必要なら仕送りを増やすけど。何を言って、学生の本分は勉強よ。なのにバイトで時間が取れなくなっては本末転倒でしょう。なるほどね。それはお店の問題でしょ。あなたが背負うべき問題ではないわ。なんかいろいろありそうだな、この親子。
大丈夫？強引に出勤させられたりしていない？優しい人なんだろうけど。あ、ごめんなさい。また別の人かな。え、ちょっと、アキ。壁ドン。あらら。出るのか。勝手に切らないで。まだ話は終わっていないわ。どんな人がいるんやろな。よく聞こえないわ。もう少し大きな声で話してちょうだい。え、ちょっと待って、破壊。おや、さっきの。アキラ。むむ。アキラ、何があったの？アキラ。これはまさか。あ、終わり。葉月さんと、アメンとこでしかまともにお話をしていなかったんだが。というわけで9月24日発売、掲示板4180、ロープラっつってましたからね。そうっすよね、最近は結構ヒロイン、あの一人のゲームも結構、ただ周りの女性陣かなり良かったっすね。牧村葉月の恋語り。というわけで牧村葉月の恋語り体験版終わりたいと思います。いやー、面白かったなこれ。ただもうちょっと葉月さんと接したかったですね。ただ、大家さんも真由香さんもめちゃくちゃ好きなんで、残念ですね、攻略対象じゃない。で、まあ、あの、そのサブの方々も含めて製品版発売したら楽しんでいこうかなと思いますので、気になった方はぜひ、プレイしてみてはと思います。では、また別の作品でお会いできればなと思っております。お疲れ様です。今後ともよろしく。